はい、お疲れ様です。今日はお金で失敗した人たちから学ぶお金との付き合い方、まあ、ちょっとタイトル悩んだんですけど、まあいいか、ちょっと目次先行こうか。目次説明、コメント説明欄にあのリンク、あの時計ね、タイムがついておるんで、そこリンクするとこれ全部飛べるんで、あのぜひそこ活用してください。でスマホはねコメント欄からしか入れない、でそこにも入れてあるはずなんで、両方に入れとるんで、あの見てください。あとこれね、ちょっと目次行く前にチャンネル登録今日1万人達成ありがとうございます。本当にチャンネル登録結構ね、ここ3日4日ガーッと来てね、昨日に関しては600人ぐらいチャンネル登録してくれたかな。すっごい今勢いで伸びてるんですけど、前もちらっと言ったんですけど、あのチャンネル登録とさ、そのいいねってさ、なんか押すの恥ずかしいでしょ。俺もすっごい恥ずかしいんですけど、チャンネル登録ってしてもあの分かんないからね、誰が登録してるかとか。だからあの全然登録しないし、あのいいねに関しても全然分かんないんだけど、誰かなんか、いいねを押しとくと戻れるらしいんですよ。どれにいいねを押したって見れるんでしょ、スマホの中で。でこれそれ社員に教えてもらって、寺西くんだけどね、それこれ使おうと思って、ね、いいねを押しとくと、あの動画いいねを押したリストみたいなのが出てくるらしいんだわ。でそれ見れるらしいんで、ぜひいいねつけといて、また今度見直すじゃないですけど、見直してください。本当にね、チャンネル登録とそのさ、やっぱ再生が伸びんとさ、いいね伸びんとやっぱもうテンション下がってくるでしょ。で本当に嬉しいんだ、コメント本当に嬉しい、勉強になりました一言でもむちゃくちゃ嬉しいんで、コメントもください。まあ、ちょっとあんまこんなとこばっかしゃ長々と喋ってると怒られちまうね。まあ、本題いきましょうか。まず今日の目次は、もっとお金を稼ぎたいと思う人、稼いでいる人は悪いと思う人、お金を使えない人、ね、お金が一番大切と思う人。まあお金で失敗したい人、やっぱ俺も何人も経営者見てきたんで、やっぱりいっぱいおるね、会社潰したとかあれだって。でもなんか法則が本当にある。で俺も4期目ぐらいなんで、やっぱある程度ね、今でも会社成長させてきてるって、やっぱお金に勝つ方法って、まあある程度あると思っているんで、まあそれ最後にちょっとやるんで、もうここにいきなりリンク飛んでいかないでね。飛べちゃうんでね。さあ行きましょうか。はい。じゃあもっとお金を稼ぎたいという人、まあ、ここからだな。で、これはね、本当に多い。まあなかなかね、まあ今、職人さんやってて、一人親方やってたり、まだ会社員やってる、もっと金欲しい、もっと金欲しいって、まあ俺も昔言ってたかもしれないけど、そういう人ってさ、なんちゅうかな、具体性がないの。別にお金なんて大したことでもないし、別になんかお金をすごい大きくも見たり小さくも見たりしすぎちゃって、お金にブレちゃってるんだよな。だけどなんちゅうかな、お金が必要っていうか、目標があるからお金が必要みたいな。まあ俺もちょっとあんまり長く語るとね、最後までいけなくなっちゃうんであれですけど、まあそうしようか。最後に出そうか。で、すごく派手にしてお金持ってそうな人は大体金ないって。これね、俺の同級生で、まあ尊敬する経営者の一人なんですけど、まあ見てると恥ずかしいんで、まあ見ないか。YouTube あんま見ないって言ってチャンネル登録はしてくれたんですけど、参拝屋さんのね、これいつも教えてくれるんだけど、でその後はまあ結構飲むの好きだからさ、仕事でも飲むだろうし、錦とか行って、名古屋って錦ってあるんですよ。で高級っていうか、まあね、錦って一番の繁華街なんですけど、名古屋の、まあそういうとこでなんか派手に飲んでる人っていうか、そうやってもう大概金ないなみたいな、ね、本当になんか妬みとかじゃなく、でもなんか本当に俺もいろんな人見てきて、ああそうだなと思うのは、やっぱりね、すっごい、まあ、お金持ってる持ってないもそうですけど、やっぱ、会社を上手に成長させてすっごいしっかりしてる人って、なんかわけわかんないことでアホみたいなことで金つかまないね。まあそれも出てくるんですけど後で、だから俺も本当にそういう人をいっぱい見てきたな。まあ、答えばっか先に出しちゃうとあれですけど、稼いでる人は悪い人という人ね、これ多いでしょう。俺もそのなんか貧乏に育ったんで、まあ貧乏って言うと親に怒られるけど、貧乏じゃねえよ別に。でもまあ普通のね会社員に育ってあれなんで、やっぱ
お金の魔力に勝つっていうのがすっごいなんか苦労したかな。なんかお金なんか稼いだら悪いみたいなね。うん、だから、うん、このお金は汚いとか、まあ、ここをね断ち切るためにすっごい大事で、俺はまあまあ一つ、まあ、ちょっと答えみたいになっちゃうんですけど、お金は水と同じって、これちょっと本で読んだ話ね、俺の言葉じゃないんですけど、俺本当にすっごい本読むんですけど、その海にさシャベル、これも社員も聞いたこと何回もあると思うし、他の動画でも言ったことあるかもしれないけど、あのシャベルっていうのは重機のあれでその海の水すくっとんのと同じって、そのなんか自分がお金持ちになったら世の中のお金が減るみたいなねこと思う、なんか俺が会社が儲かったら従業員が損する、お客さんが損するって思っちゃう。だけど海の水と同じで、なんかその無限にあるもんだってお金なんか、そもそも。でもなんとなく最近ちょっと、まああんまりこれも長く言うとあれですけど、最後にちょっとその辺も話すんですけど、あ、お金と人間性は全く関係ない。まあ本当にそうだね。お金が悪いとかいいとかさ、お金持ちは悪い人とか言う人おるでしょ。だけど、うん、経営者の中にも本当ダメなやつもおるや、いいやつもおるし、ね、素晴らしいこと考えてる人も悪いやつもおるし、で貧乏な人でもいい人はおるし悪い人おるので、そもそもなんかお金と人間性ってなんか別にリンクしてないな。うん、いや俺は究極思うけど、うん、すっごい悪い人でも、じゃあすっごい悪い人なんかバチ当たるわと思ってるけど、うん、じゃあ何かしらの罰は当たるんだけど、お金すっごい持ってる人もおる。でお金すっごい持ってても不幸せな人も幸せな人もおるしね。でそれと同じ、お金なんか別にお金ただの、うん、なんかそういう感じかな、うん、はい。じゃあ次行きます。お金を使えない人、あ、これもおるね。これが一番立ち悪いな。通帳なが眺めて喜んでるような人ね。じゃあ書いてあるわ。あ、俺も読まずに言ったけど、で土の中に埋めているって書いてあるんですけど、これも本当、これも本かなんかでちょっと読んだことあるんだけど、すごいお金が好きで、もう本当にボロボロの服着て、すっごいでもあのお金持ってると。で、まあ、ある日俺はこのお金盗まれたくないからって地中深くに埋めて、うん、誰かに頼んだのね、信用できるやつに。で地中に埋めてお金をね。でもその埋めてくれた人はそれ全部持ってっちゃったと。でもそのね、埋めてもらった人は毎日そのお金はあのちゃんと土埋めてあるか、あそこ誰も掘り起こされてないかって聞くたんびに、ああ掘り起こされてない、大丈夫だって。でそのこの人、俺がね、まあ、そのもう一回ちょっとあのお金確認したいから掘り起こしてくれと。いやいや、そんなことしたら盗まれる可能性が出るからって言って、死ぬまでねお金を埋めて、まあそれが幸せならいいんだけどね。でもお金って道具じゃんね。まあそれ書いてあるのかな、それちょっと次に出てくるけど、うん、あのお金なんてさっき言ったように無味無臭だしさ、別に何でもないけど、何、別にお金のために働いてる、お金を稼ぐために一生懸命やってるって、それほど悲しいことないよね。でまあこうやって動画見てくれてるんだからね、どっかで経営者になりたい、何になりたいっていうのがあるもんでさ、まあいい車乗りたいとかいい服乗りたいでいいと思うんだけど、あ、いい服買いたいとかで、うん、家、大きい家に住みたいだとかね、うん、まあそういうのでいいと思うんですけど、お金のために働くって、まあ、そんな寂しいことはないよね、うん、まあまあ どんどんいこうか。投資と浪費が違う、まあ、3番成長したい、あ、4番お金を使うか時間を使うかって、まあ、2番3番で言うと、だって本当に、まあ、さっきもちらっと出たんですけど、浪費と投資は違う。うん、で浪費ってまあ別には、だで何ちゅうかな、同じことでもね、あの投資ってそのなんか株を買うとか家を買うとかそういうのだけが投資じゃなくて、従業員とは例えば飲むとか友達と飲むのでもさ、まあ、別に派手なとこ行く必要もないし、たまにはいいんだよ、それが自分の心をね、それが投資ならいいんだわ。だから同じ投資でも浪費でもその紙一重、自分が投資だと思えば投資っていうのはまあ投資だけど、うん、何ちゅうかな、難しいね。そのどう伝えていいか分からないけど、なんか喋り出すと長なるなと思ってさ、あれですけど、まあ9分までね、もう、うん、だから浪費はしちゃいけないね。で投資、うん、まあ俺はどっちかというと投資大好きだから、いろんなことにすっごいお金使うんですけど、この YouTube もそうだしね。で従業員とお酒飲むの、まあ俺本当に居酒屋とか行くの大好きだから、会社の近くでまあちょろちょろ本当半ズボンでうろうろしてね、あの居酒屋よく行くんですけど、まあ、たまにスイッチ入ってそういうとこね、ちょっとお金高いとこ行きますけど、まあ、たまにはね
うっぷん晴らしたいなとかあるから、まあいいんじゃないかなって、まあ反省する時もあるけどね、うん。で4番、お金を使うか時間を使うか。まあ本当にでも、うん、だからそうお金埋めてなんかどうのこうのじゃなくて、やっぱお金で次のステップに行くために俺はお金稼いでるから、また次ね、社員雇うって究極そうじゃん。全部俺が一人で橋場君でペンキ塗ってやって、じゃあ何等塗れるって。だから俺はそこ、あの塗装をするのが目標じゃないからさ、あのこうなりたいってねいう夢があって、そのためにやっぱりいいものを売りたいとかいろんなこと考えてるんであれですけど、うん、まあ、うん、お金を使うか時間を使うか。ちょっと色も変わっちゃってるな、なんだこれ、うん、お金を使うか。はい、じゃあ続いて、お金が一番大切という人。まあまあこれもように似とるんですけど、やっぱお金に支配されちゃってんだよな。まあここね、お金に支配されてる人、お金は道具、あ、まあこれはまあ解決だけど、うん、お金に支配されてる人って本当お金のためなら何でもするとかね、お金です、なんちゅうかな、よくおるのは本当になんかお金持ってるか持ってないかが付き合う基準になってるとかさ、うん、俺本当にやっぱり同級生とかも経営者多いし、そういう子たちとやっぱご飯食べる機会って多いけど、別にお金持ってるから付き合ってるわけじゃない。やっぱ悩みが同じだし、うん、その同じね2時間3時間使っても、じゃあその子たちとそのいろんなコラボもあるじゃん、その同じ業種じゃなくてもね、ちょっとあれこういう風で助けね、俺悩んでんだけどどう思う、ああそれ人紹介してあげるわとかやっぱあるから、情報交換みたいなことがあるから、うん、まあそれは連れともの、ねね、年末年始とかも飲むしね、ボーンとか、もう中学校の同級生ともまだ今でもそのボーン正月飲むけど、まあそれはそれですっごい楽しいその時間ですけど、まあ、毎日それやってたら会社うまくいかないじゃん、うん、だからなかなかやっぱそういうのは我慢してるよね。だけどそうじゃなくて、なんかお金持ってるから、あ、すり寄ってくみたいな。で俺もやっぱある程度その持ったって言ったら失礼ですけど、やっぱそういう人も見てるし、そういう人とおっても楽しくない、チヤホヤしてくれる、すっごいチヤホヤしてくれる、社長すごいっすね、なんですね、もう何やってもすごいって言ってくれるね、 YouTube すごいっすね、すっごい面白いっす、毎日見てますって、でこうこうこうやってこう、こういうのを、あ、そんなありましたっけみたいな、お前ほっかこいつって思うやつおるけど、うん、だから別にそんな幸せじゃないでしょ、うん、だからお金では確かにいろんなものがね手に入るっていうかね、俺もいろんなものを手に入れて今の立場があるけど、幸せのために、幸せになるために金稼いでるからね、うん、お金はそうそう道具、夢と欲求、うん、だって欲求は持ってていいんだよ別に、なんか、うん、僧侶にならんといかんとかさ、そのなんちゅうの、神様にならんといかんとかさ、そんなことは思う必要ないで、だんだんそれって削れてくる本当に。まあ俺こんなクラスだで、ね、なかなかそのなかなか、まあいいこと言ってあげられんけど、やっとちょっと芽が出てきたかなぐらいだけど、やっぱまあそんなお金なんか別にね、じゃあキャバクラ行くとかさ、うん、なんかお金いい車乗るとかもそうじゃん、でも別にタイヤなんか全部4つだしね、うん、飲みに行ったら別にどこでもお酒だしね、同じキリン朝日のビールでしょ、だから、うん、なんか、うん、変わってくるとこが来ると思うから、まあ今はそのエネルギー使えるしね、こうやって動画見てくれてる子たちなんか、まあメインはねこれから独立しようとかだと思うから、欲求を押し殺さなきゃいけないと思ってること自体がもう俺は間違ってると思う、それが今欲求なんだから、うん、まあ俺はもう今そういう欲求ってだんだん削れてきてるわけじゃん、もう手に入れてきてるからね、だからその欲求を殺さなきゃいけないんじゃなくて、俺は今でも欲求があるもんね、 YouTube やりたい、こうなりたい、ああなりたい、今度本当にフィリピン行きたいとかもあるんだけど、フィリピンの会社やりたいとかね、うん、じゃあなその向こうにいろんなもんがあるんで、まあそれ喋り出すとちょっともう、あ、やばいな、また14分、やばいやばいやばい、行儀よくお金を使う、うん、まあ本当にこうだね、まあこれもちょっとまあちょっと時間ないんで一つ言うと、本当によくこれも本で読んだことなんですけど、まあ、本当に俺すごいもういつもそれ顔に頭に出てくるんですけど、その中華料理の皿でさ、まあ、これ動画でも言ったかな、あのね料理が目の前に来たらさ、もう全部食うやつおるでしょ、あの中華、本当の中華料理じゃないよ、お金でもビジネスでも一緒に仕事してる仲間でもおるでしょ、自分も食いバーってその行儀よく皿回さないと
自分の分だけど10人でおったらさ10分の1取れええわけじゃん。それをなんかあーって自分の目の前に来たらガブガブガブって食うとかさ、まあ、どんなことでもそう、ビジネスでも本当にそう、もう本当にあの料理は取んなくてバレるから、仕事って案外分かんないから、そういうやつおるよ、自分だけが自分だけがみたいなやつ本当に多いな。そういう経営者ってもう大体呼んで潰れてもな、何って言ったらそんなもう次皿回ってこないもん本当に。ああもうあの人と付き合ったら損だなとか、まあ一人親方なんか、まあ、昨日ちょっとたまたま社員とそういう話になったんだけど、お客さんでさ間にすぐ噛みたがって 10% ちょうだい 20% ちょうだいとかさ、そんなことしとるもんね。もう そんなやつ誰も相手しんよね。別に噛むことが悪いんじゃないよ、それも仕事 で適正な利益を持ってきゃいいんだけど、適正以上に間ねしょうもないことするやつ、まああんまりちょっと長なっちゃうんですけど、はい、お金に、あ、じゃあもうでも最後か。はい、お金に勝つ方法、ごめん16分はちょっとまあ 2,3 分にしたいんですけど、まあ、お金を稼ぐ、まあ、だってまあさっきも言ったように欲求はね、あの別に殺す必要ないから、金稼がんとまず夢も手に入らんし、やりたい自分にもならんし、なりたい自分になれ、で、なんちゅうかな、さっきのその皿の話じゃないけど、やっぱ100万円のものを110万で売ったらあかんわけよ。で、やっぱり100万円のものを90万で売る努力しなきゃ。やっぱ90万円のものだったら80万で売れたら、次また買いに来てくれるじゃん。だけど、本当間噛むっていうのもそう。いや、その人が間噛んでくれて、ね、その人がおることでやっぱすごい力発揮しよう。やっぱ顔があるからって。じゃあ、その人が噛んでくれて助かります。逆に噛んでくださいっていう時もあればさ。だけど、何の力もね、ね、たまたま従業員だっただけ、ね、もうおるんだ、そういう元請けの元請けで、そうね、例えばね、テレコンさんの監督さんで裏金ちょうだいよとかさ、そんなやつも本当いっぱいある。でもそれってね、なんちゅうかな、まあ俺わかんないけど、あんまりまあこれ深く話するとちょっとコンプライアンス引っかかる、ちょっと関係もあるもんであれですけど、だから、だって本当にもう10万円のもの絶対11万で売ったらもう絶対に返ってくるな。だからなんかコメントにもあったでしょ、なんか単価が安いとか高いとか言ってたけど、いやいや別に自分が10万だと思うのは10万で売りゃいいわけよ。別に俺も別にそんなね、俺は10万だと思ってるから9万で売っとるし、だから自分たちが5万で5万で売っとるやつらをバカにする必要もないし、別にね、順番に上がってこない、俺も順番に上がってきた、もう安い単価でやってきて、俺もでもそんなこと文句言ったことないもん。逆に勉強になったもんね。ああこのもうこれを10万円で作ることができるんだって、みんなが20万で取っても10万でやるやつおんだよって言ったら、あ、じゃあ俺も10万でやれるように頑張ったろって、だって一生懸命仕事して、仕事磨いて、で俺も社員をビシッと磨くからいいものを安く提供できるように成長していくじゃん。だからそれを高いから正義みたいなこと言う人っておると思うんですけど、別に安く言った方がいいでしょ、そう思うけどな俺は、でまあ浪費しないだね、あと本当にもう浪費は絶対いかんな。だけど自分のそのすっごい大きい目標でいい車乗りたい、いつかは何々クラウンとかいつかはベンツとか別にいいんだよ。で本当に実際それを買えるところまで来た時に本当にいざ欲しいかどうかだね。案外まあ別にいいかって、もっとそれよりもこういうことやって会社を大きくしていきたいな、俺本当にそうだったんですよ。まあお金稼いでこうしなりたいな、なりたいなってのがあったんですけど、案外それが手に入るところまで来て、だってもうローンとか絶対買えよ、そんなの浪費だわ。同じクラウン買いたい、だって究極やさ、まあ、ベンツ買いたいって言っても今日買えるじゃん、別に誰でも従業員でも買えるじゃんね、給料400万でも買えるでしょベンツみたいだけど、ローンで買ったらそんな浪費だわ。それ買いたいんだったらいくらまで貯めて買おうとか半分は貯めようとか、まあ車なんかも大体そんなローンで買う時代も全部浪費だと思うけどね。だったらもう40万円のカローラ買っときゃいいやんって俺言っとくけど、どれ安い車ずっと乗ったからね、もう本当に乗っとったよ、数十万円の車乗っとったんだね。だから、それはもう浪費、ローンで買うなんてもう浪費、まあ、家ぐらいになってやっとじゃない、ローン組むなんて、それはまあいい意味でいいと思うんだけど、であとは目的を持つだね。まあまあこれはまあいろいろずっと言ったであれだけど、中小企業はまあ本当人が命、だから人に投資するはいいと思うんだよ本当に。俺はもう居酒屋行っとるとか何行っとるって、いや本当に母ちゃんもさ、うちのジム手伝っとったもんね、もう喧嘩したわ、何だってこんな酒飲むなって言って、
ただーって言ってさ、居酒屋ばっかり行って毎日からね。だけど俺はもう社員とその話してこうだーだーって言って、俺はこういうふうにして言いたいんだって話すのがもう好きだし、そういうことに影響を受けて、まあ、そういうのが鬱陶しい子、まあまあ多分コメントでも来ると思うわ、そんなことを毎日聞かされたら鬱陶しいわって。だからそういう子はやめてったの、俺それでいいと思ってんの別に、うん、で、ああ俺この人と一緒に夢叶えていきたいなっていう子がついてきてくれてるし残ってるしね、だから俺はそれでいいと思う。だって俺はそうじゃないんだって、俺は楽して金稼ぎたいっていう子はやっぱ離れてってくれてるから、うん、だから、よくも悪くも道が違うんだからさ。でもその子も5年後10年後にあーって、あの時こうやって言われてたことが今ようやく分かってきたなって言って戻ってきて子もおるしね、だからそんでいいんだよね、うん、だからそんな毎日聞かされてどうのこうのはどうでもいいと思うんですけど、あ、いた、まあちょっと20分回っちゃいましたね。あ、これちょっと最後にね、チャンネル登録いいね本当にお願いします。ちょっと、あ、もう一個、あのコメントにさ、よく本当あの勉強になりましたとか本当にめちゃモチベーション上がりますんで、まあなかなか、ね、自分の名前が出ちゃうから嫌だっていう人もいっぱいおると思うんですけど、あの本当にもう本当にこの間ね、あの1000万の給料と個人事業主の違いが伸びたのでテンション上がってね、照明1個余分に買っとるもんね、今日っていうか、まあ、今日から使っとるね、うん、でチャンネル登録と本当にいいねは俺さっき言ったから、あのしても誰が登録したとか本当に分かんないんで、なかなかさこのぐらいの年になるとチャンネル登録とかビビるじゃん、なんかあ惜しいからみたいな感じになるじゃん。いいねもそうだよね、あの Facebook とかも俺人生で1回ぐらいしかいいね押したことないわ、うん、だから あとそれとね、このいいね押すとあのいいねリストみたいなのが自分の YouTube に出てくるらしいんで、あのまたこの動画に戻ってこれますんで、ぜひあのこのいいねも押してください。はい、ちょっと遅くなりましたけど申し訳ありません、勉強になりましたでしょうか。